ふむ、まずは行動の自由を奪いましょう。反撃されないように腕を、逃げられないように足を縛ります。この際はかなりきつめに。ふむふむ、なるほど。普段読まない書物からは新たな知見が得られますね。てめえ、この名はほどきやがれ。つーか、何読んでやがるんだよ。全部教えます。生意気な少年のしつけ方 A to G。 まさしくあなたのような子供を教育してあげるためのマニュアル本ですよ。本来は彼が以前の彼に戻った時のために購入し積んでおいた書籍だったのですが、意外なところで役に立つものですね。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。くっそ、ほどけねえ。殺すならさっさと殺しやがれ。そのような野蛮なことはしませんよ。あなたに利用価値があるうちはね。利用価値？いくつか聞きたいことがあります。素直に愛想よく正直に喋れば身の安全は保証しましょう。レイジレギオン、あなた方の本拠地は一体いずこに？キッ、誰がバラすかっつーの。おや、意外と仲間思いなのですね。ふん、ジェーンたちやバカ女どもがどうなろうが知ったこっちゃねえけどな。それよりか、てめえの思惑通りになってやることの方がムカつくんだよ、ロリババが。うん、口答えをする生意気な少年への対処はっと。うん、ほう、ズボンは。おい、何企んでやがる、てめえ。あなたには想像も及ばないかもしれませんが、命を奪われる以上の屈辱というものもあるのですよ。ここに書かれてあることを実践すれば、あなたはもうこれまでの暮らしには戻れないでしょう。この私にあれだけの暴言を吐いた以上、当然の報いですが。くそ、くそ、くそ、くそ。それを踏まえてもう一つ質問します。正直に答えなさい。あなたたちレイジレギオンのその裏側にいる黒幕は一体誰ですか？ああ、聞くところによると、あなた方は願いを叶えることが目的であり、その手段として我々を捕らえようとしているそうですが、もしそれが本当だとするなら、無縁すぎます。いくらセブンクラウンズといえど、一人一人のアバターに願いを叶えられるリソースが付与されているわけではありません。であるなら、わざわざ我々を捕らえようとする理由は、我々を捕らえることに何らかのメリットを見出すスポンサーがいると、そう考えるのは妥当なことでしょう。いねえよ、ナモン。その反応だけでも半ば答えのようなものですが、より詳しく聞かせてもらいましょうか。くんな、やめろ。カリザ、無事か？ジェーン、なんでてめえがここに？ミソラたちがお前の単独行動を俺に伝え、アゾールドが目的地の目星を検索した。というチッ。
あなたのことはペコリーヌから聞いています。レイジレギオンのギルドマスターですね。そうだ、お前を捕獲する、メタモルレグナント。女性を口説くにしては色気のない誘い文句ですね。ですね、あなたにも聞いておきましょう。あなた方のアジトはどこですか？我々のアジトは…おいぜ、絶対言うなよ。てめえむっつりのくせに口かりんだからな。仕方ありません。そちらの子供だけでなく、ギルドマスターの方も話をしやすいようにしてあげましょうか。消えた！ゼン！森そのものに変身し、死角から攻撃を仕掛ける。だが。剣の一振りで数十本の木々をなぎ払うと、単純な力押しもここまで来ると大したものです。ものの数分もあればこの森は更地にされてしまうでしょう。準備もなしに戦いたい相手ではありませんね。そこか。あ、しまっ、ヌニカ様。まさき、助かりました。超越至極です、我が主よ。ですが今の一号で理解しました。あの青年は恐るべき使い手です。我が神明を閉じたとしてもどこまで太刀打ちできるか。無理をする場面ではありません。ここは引きましょう。襲うなって教えてあるだろう。俺の言うことが聞けねえってのか。どうやら駒を取られたようだ。デカダントライト、あなたの能力ですね、マサキ。はい、我が主より賜りしこの力、本来であれば複数の魔物を融合させるものですが、接触が一瞬でしたので思考を狂わせるのが精一杯でした。十分です。さすがは我がプリンセスナイト。おいゼン、切るんじゃねえぞ。分かっている。だが逃げたか。いい判断だ。しっかりと魔物たちを混沌させる。アゾールドなら彼らを元に戻すこともできるだろう。構わないな。くそ、やれよ畜生。兄ちゃん、ツナマヨコーンのクレープ頼むわ。俺はチーズとソーセージのやつね。なあなあ、勤務中にクレープ食べるなんていいのかな。団長がいいって言うんだからいいんじゃないか。姫さんのおごりだしな。いや、手伝ってくれてありがとね、少年。ナイトメアから急にたくさん注文が入っちゃってさ、助かった。ああ、二人はちょっと極秘の任務を。おいおいおい、世界
界各地にクレープを売り歩いていてね。私もこっちの用事が終わったら二人のところに行かなくちゃ。君たちのギルドハウスや王宮のトラップのバージョンアップが終わったらね。どういたしまして。君たちのギルドハウスとその周辺、見かけはいつもと変わらないけれど、ちょっとした要塞並みの防御力になってるよ。レイジレギオンだって簡単には手出しできないくらいにね。すみません、いちごとバナナのクレープ一つください。おっと少年、そろそろギルドハウスに戻った方がいいんじゃない。コッコロちゃんたちも待ってるだろうし、あとは私一人でも十分だからさ。後でまたそっちに遊びに行くよ。それじゃ場所を変えようか。ええ、その方がいいでしょう。にしてもわざわざ私を訪ねてくるなんて珍しいじゃん。今日は何の用事なのかな、ネネか。この頃あなたはランドセルを留守にしていたようですから、近況報告も兼ねて情報の共有を提案しに来たのです。近況報告に情報の共有、秘密主義者のネネカからそんな提案をされるとは思わなかったな。秘密主義はお互い様でしょう。私たちだけでなくセブンクラウンズは全員、例外はクリスティーナくらいで。ああ確かにね。それでそっちの近況はどんな感じ。少し前、私の隠れ家の一つをレイジレギオンが襲撃してきました。もちろん軽くあしらってあげましたが。さすが。ですが彼らの襲撃はこれで終わりではないでしょう。喉首を狙われ続けるというのは鬱陶しいものですね。そうだね。どうも連中私を釣り出すために少年を捕まえようとしたりしてるみたいだし、まったく困ったやつらだよ。私の力も記憶もほぼ戻ってきたことですし、そろそろ防御策だけでなく排除を考えるべきでしょう。連中の根城が判明すればすぐにでも。根城か。私もクレープの屋台巡業をするふりをして世界のあちこちを見て回ってるけど、彼らのアジトもその手がかりもなかなか見つけられない。空間跳躍が使えるわけだし、変なところに今日構えてるのかも。こちらもまさきに方々手を尽くさせていますが、今のところ無駄足ばかりさせてしまっていますね。ですがアキラ、探しているのはレイジレギオンのアジトだけではないでしょ。それはネネカも同じでしょ。レイジレギオンよりも他の何よりも優先されるのはミネルヴァ。彼女なくして現実への帰還はありえませんから。そうだね。懲役を終えるためにはあの子の力が必要だ。一体どこに行っちゃったのかな。アリーナにはデータ収集用のベータ型端末が残されていましたが、データの最終的な送信先は不明なままです。ソルの塔ではないことは確認されていますが。創造主である私たちの追跡をかわして行方をくらますなんて、すっごい成長ぶりだよね。ほんと親としてなんだか嬉しくなっちゃうな。まったくのんきなこと。事態が悪化しても自分だけは現実へ戻れると、そういう余裕ですか。
そんなんじゃないよ。前の時だってかなり命がけだったしね。今度はきっと失敗して電子の木図になっちゃうよ。今はその言い分を信じましょう。私も自分だけでも戻れる手段と可能性を計算しましたが、その成功率は試す気になれない程度の低いものでしたから。うん、次に戻るならこの世界にいるプレイヤーもみんな一緒にだ。まったく、なんでこんなことになっちゃったんだか。そもそもログアウトができなくなるなんて事態、設計上は万が一でもありえないように作ったんだけどな。そうですね。開発当時はあなたの対策はやりすぎのようにすら思えましたが、特に生命維持装置ですね。ゲームでの緊急事態が起きた場合のためという目的を一切漏らさず、化学兵器や新型兵器対策として各国に裏から手を回したあなたの動きは称賛に値します。生命維持装置はあくまで花火の時にバケツに水を汲んでおく程度の保険だったんだけどね。私としてはさ、そんなものを使われないに越したことはないから。結果的にはそのバケツの水のおかげで無数のプレイヤーたちが一命を取り留めたわけですが、きっと感謝はしてくれないでしょうね。そうだね。私たち向こうじゃ立派な滞在人扱いだよ。起きちゃった事態を考えれば仕方のないことだけど、どんな戦争でも類を見ないほどの人間が昏睡状態に陥っているわけですし、社会が責任を追及しようとするのは当然のことですね。まあ、現実のお偉いさんたちが私たちに責任を負わせたいならそれはそれでいいさ。でもその前にまずはこの懲役を終わらせなくっちゃ。あなたのことですから、一度あちらに戻った際に解決方法を模索したのでしょ。長老はなんと。いやー、戻れたって言っても本当に短い時間だったからね。あっちとこっちの時間速度は前の設定より全然変わっちゃってるから、あんまりあっちに長居しちゃうと浦島太郎みたいになっちゃってたよ。向こうの騒ぎを沈静化するための工作にも時間を食われちゃったし、だからできることって言ってもほとんどなかった。長老の方ももちろん調査はしてくれてたんだけど、現実の側からじゃどうもこっちの観測ができないみたいなんだよね。まるで嵐に覆われてるみたいにさ。では何の用意もせずにまたこちらへ戻ってきたと。そうは言わないけどね。でも向こうでできることがない割にこっちで何とかしなきゃいけないことが多すぎてさ。例えば世界からの修正を乗り越えてプレイヤーのみんなに現実のことを認識してもらうこととかね。尋ねますが、そのような行為にどれほどの意味があるというのですか。無用な混乱を引き起こすだけでは。確かに混乱は起きると思う。でもこの懲役を終わらせるためには私たちだけでも、私たちのプリンセスナイトたちだけでもなくて、このアストルムの中のみんなの力が必要になる。私はそう信じてるんだ。何せこれだけとんでもない事態だからね。理解に苦しみます。そんなことよりもかつて私やあなたが実装していた数々のセーフティー、そのどれか一つでも正常に機能するようにすればいいのです。緊急用のログアウトプログラム、強制再起動、最悪の場合アカウントをバーンしてしまってもいいでしょう。それで現実へ帰還できるのであれば。まあいいでしょう。あなたが人々の認識改変に努めるというなら、私はミネルヴァの発見に努めます。そうだね、よかったよ。
方法論はさておくとしても、みんなを現実へ返すって目的は一致してるみたいで。ええ、それにレイジレギオンを殲滅するという点でもですね。とはいえ、あなたや私でも5人全員を相手にするのは難しいはず。連携は密にするように。 OK、 何せ連中の後ろにはとんでもない黒幕がいそうだからね。ネネカもなんとなくは察してるだろうけど、あとはこれは頼みっていうかお願いなんだけど。何でしょう。少年たちにもう少しだけ自由な時間を過ごしてほしいんだ。そのためにそれとなく協力してあげてほしくてさ。うん、それはプリンセスフォームのためですか。彼と仲間たちの絆が深まることでさらなる力が発揮されるそうですが。やだな、そんな戦いを有利にするためとかなんかじゃないよ。ただこれから先、遠くないうちに本当の嵐が来る。この世界すべてを飲み込むほどの大きな嵐が。そうなったら私たちにも、うん、きっと誰にも止められない。何もかもが吹き飛ばされて全てが無になるか、うまく風をつかんであっちまでたどり着けるか、どっちにせよその嵐が止んだ時には全てが終わってると思う。だからその前に少年たちにこの世界をもう少しだけ楽しんでほしくてね。いろいろ変わっちゃったけど、それでもここはアストルムは誰かに楽しんでほしくて私たちが一生懸命作った世界だから。買いかぶりだったようですね。まるで道化と会話しているようです。くっそがザーラ、避けんな黄色てめえ。バリザ、ペットへの八つ当たりは良くないか。以前言っただろ。うっせえ、こいつら叩こうが潰そうがすぐ戻っちまうつったろ。バン、ぜえ、俺に指図しようとすんじゃねえ。そういうのが一番ムカつくんだよ。子供扱いしやがって。カリザ君、ジェンさん、喧嘩しちゃダメですよ。出やがったな、脳みそ水飴女が。てめえも俺に指図しようってのか。え、何のことですか。メタモルレグナントを仕留められず気が立っているよ。メタモルレグナント、あのドピンクロリババアが、あいつ、あいつ人のことさんざんバカにしやがって。いや、あいつだけじゃねえ、ゼーンもミソラも腹ん中じゃ無様にやられた俺を笑ってんだろ。なあおい、何条もってそのようなことがあるものか。うん、うん、カリザ君頑張ってるじゃないですか。ミソラの言う通り、むしろカリザ、俺はお前に敬意を持っている。ふかしこくんじゃねえよ。てめえが
敬意なんざ持ってるってわけ。まずもって非常に賢い、特に戦術面だな。子供扱いするなという、本当にお前を年相応に扱ったのなら、その相手は痛い目を見ることだ。他には？さらにその行動力の高さ、どんな作戦でも果断に躊躇なく実行する。己の目的も願いのために邁進する様は眩しくする。翻って俺は迷っている。あ、迷うだ。そうだ、お前たちも知っているだろう。俺の願いは、それは己の欠落を、失われた自身の記憶を取り戻すことだ。俺は一体何者なのか、何のためにこの世界に生きたのか、それを突き止めるための手段をして、このギルドに身を寄せている。その行動が正しいのか否か、時に迷うことも自分の願いを叶えるため、他の者たちを踏み台にすることも、果たして本当に正しい行いと言えるのか。いいに決まってんだろ、んなもんよ。くだらねえ遠慮なんざしてたら、そのうち自分の方がどっかの誰かの踏み台にされちまうだけだっつの。こっちでもあっちでも同じだろうがよ、女も。そう、それは変わらぬ真理というものだ。やはりお前が賢い。け大立てたって何も出ねえっつの。それに先ほどお前はメタモルレグナントに敗れた己を無様だと評していた。そうは思う。セブンクラウンズは一人残らず油断ならない相手だ。現状唯一捉えることができたキングリーグ、また謙遜すんじゃねえよ。あいつはてめえが捕まえたんだろうが。確かに罪の一手を打ったのは俺だ。アゾールドが所在をつかまなければ、ランファがダイゴというプリンセスナイトを相手取らなければ、俺はキングリープと対峙することもできなかった。そしてミソラが奴の剣能を封じなければ、得意の空間跳躍によって番外へ逃げられていたことだ。いえいえ、私にはそんなことできないですよ。あの時も言いましたけど、あれはスポンサーさんが力を貸してくれたからこそなので。スポンサーね。確かエリスっつったが、なんもねえところからこのアジトを出したりとか、キングリープの剣能を止めちまったりだとか、そういうとんでもを見たからこそ、俺らもセブンクラウンズを捕まえたら願いを叶えてやるっつう話にも乗ってやったわけだがよ。いい加減顔くらい拝ませてもらいてえもんだぜ。いつになったら会わせてくれるんだかな。きちんとご紹介したいのは山々なんですけど、今は無理ですね。あ、意地悪とかじゃないですよ。エリス様、とってもお寝坊さんな方なので。つっ、そんな寝坊好き野郎が本当に当てになんのかね。大丈夫ですって。そもそも自由に動けない方だからこそ私たちに依頼をされてるわけですし。そうだな、エリスからの信頼を得るためにも、まず我々が一人でも多くの
セブンクラウンズを捕らえることが必要だろう。ま、今はそういうことにしてやんよ。はい、アゾールドさんもまだしばらく養生が必要みたいですし、焦らずに行きましょう。私ものんびりバカンスでもしながら獲物がかかるのを待ちたいと思います。あん、てめえ温泉行ったばっかだっつうのに今度はバカンスかよ。やる気あんのかよ本当によ。もちろんです、これが私のスタイルなので。ミソラ、何か仕掛けを。それはですね、まだ秘密です。オクト、ナイトメアにも戻ってないか。この分じゃあいつらもオクトーの行方は分かんないだろうな。となるとあとは、そうだ、あいつなら何か知ってるかも。ふう、今日はもう店じまいでいいかな。そろそろ旅の支度をしなくっちゃ。どうしたの、いきなり。よかった、アキラ、今日はクレープ屋してたんだな。ちょっとアキラに聞きたいことがあってさ。あー、ごめんノエム、話の前にここではラビリスタでいいかな。あー悪い、ついつい癖でさ。アキラビリスタ。オクトーか、ごめんね、私も知らないな。そっか、参ったな、もう当てがなくなったぞ。こうなったらランドソル中に聞き込みを。あのさ、ノメム。ん？私はこれからちょっとランドソルの外に出かけるけど、ノメムが私のお願いを聞いてくれるなら、オクトーの情報集めに協力してもいいよ。どうかな。本当か？すっごく助かるぞ。お願いってなんだ？それはね、私のプリンセスナイト、少年や仲間の子たちがピンチになった時に助けてあげてほしいんだ。え？あいつらを？いいけど、それだけか？っていうか、アキラが守ってやるんじゃダメなのか？そもそもあいつら結構強いだろう。守るってどこのドイツからだ？順番に答えるね。まず敵はレイジレギオンっていうギルドだ。彼らの狙いは私で、少年たちはそのとばっちりで狙われてるわけだから、私が直接助けてあげるのは本末転倒なんだ。この前はマナが取られちゃうところだったから仕方なく手を出しちゃったけど、それに私はこれからちょっと大事な用事をこなさなきゃいけない。他にも何人か声をかけてみるつもりだけど、ノウエムが手伝ってくれるならこんなにありがたいことはないよ。あ、任せろ、どんな奴からだって私がバッチリ守ってやるぞ。他にも探さなきゃいけないものがあるから、オクトーのことはついでになっちゃうけど、それでもいい？いいっていいって、私一人じゃもう限界って感じだったしさ。アケ、ラビリスタが手伝ってくれるならすっごくありがたいぞ。あのさ、ノエム、こんなこと言われると嬉しくないかもしれないけど、オクトーと再会したいんだったら、ノエムの取っている方法は遠回りかもって私は思うんだ。え？どういうことだ？だってさ、ノエムはあっちのことちゃんと覚えてるんでしょ？うん。だ
ったら君はあっちに帰れる方法を探すべきじゃないかな。うまくいったら奥藤とあっちで再会できるわけだし。そりゃ私だってそれくらい考えたことあるよ。今のこの世界は間違ってると思うし、現実に帰らなきゃって。帰れたら奥藤エイトに会えるって。私の超能力が全部使えればあいつを見つけるくらい簡単だし。でもさ、じゃあどうしたらいいんだよ。なあアキラ、どうやったらみんなで現実に帰れるんだよ。それについては私も今は答えを探してる最中だから、絶対にこれってことはまだ言えない。でもノエムはさ、むしろ私よりも答えに近い場所にいるってそう思ってるんだよね。え、私が？うん。もしかして私が天狼破断剣の持ち主だからか。確かにこいつはすごい武器だからな。なるほどね。で、いやいやいや、今の天狼破断剣は私が作ったレプリカでしょ。忘れちゃったの？忘れてなんかないぞ。っていうか、日和と話した時に本物の天狼破断剣の行方をそれとなく聞いてみたけど、あいつも知らないみたいでさ。やっぱり再構築の時に亡くなっちゃったのかな、本物の方って。かもね。あの時はみんな入り混じっての大乱闘ってありさまで、それどころじゃなかったからね。ミネルヴァに聞けばわかるかな、本物の天狼破断剣がどこにあるかって。ミネルヴァがどこにいるか知らないけど。でもミネルヴァはこの世界のどこかに確かに存在している。再構築が起きた今でもミネルヴァがこの世界を運営する存在だってことは変わらないから。ノエムが私より答えに近いって思うのはそこだよ。だって君は前の世界でミネルヴァの契約者だったんだから。もしノエムがミネルヴァとコンタクトを取れれば話はすっごく楽になるんだけどな。確かに前のアストルムじゃ私とオクトーはミネルヴァの依頼を受けていろいろやってたけど、でもさ、ミネルヴァは向こうから話しかけてくるばっかで、ここじゃメッセージを送るツールもないし、あいつにコンタクトする方法か。全然わかんないぞ。私じゃなくて奥藤なら何か思いつくかもだけど、だってあいつ開発中だったミネルヴァにアクセスしたことがあるくらいだし。でも奥藤は今いないわけだから、ノエムが何とか方法を考えてみるしかないね。はい、考え事するならこれ食べなよ。余り物で悪いけど。クレープ？あ、ありがとう。うん、甘いものは脳に効くんだよ。だからさ、ノエム、ちょっとゆっくり考えてみてよ。ミネルヴァとコンタクトする方法？うん、それにみんなで一緒に現実に帰る方法をだよ。元の世界に戻る方法か。確かにみんなで現実に帰れたらまたあいつに会える。それくらい考えたことあるさ。でもどうやって帰ればいいってのさ。
焦った。ランドソルに戻ってきてるとは思わなかったな。反省っと。これからしばらく気をつけなくっちゃ。奥藤さん、なんだあんたか。心臓に悪いからいきなり声をかけないでほしいな。おや失礼、驚かせるつもりはなかったのですが。ま、いいけどさ、何か用？用というほどのことではありません。ただ少し気になったもので。先ほどあちらの広場で叫んでいた少女はあなたのパートナーだった子ですね。確かその上無意味さんでしたか。なんだ見てたの。ほんと趣味悪いよねあんたって。私のことよりも良かったのですか、彼女に声をかけてあげなくて。なんでさ、だって他人だし。人は己以外誰しもが他人であると、そういうことにしておきましょうか。ですがこれはいささか奇妙な成り行きですね。この世界の生い立ちを思い返せば、その上無意味さんはセブンクラウンズと変わらないほど、いいえ味方によってはセブンクラウンズ以上の重要人物のはず。それがああも大手を振って歩いているとは、なかなか興味を惹かれる話です。ああ、まあ一応言っておくけどさ、彼女に手を出したらあんたでもただじゃおかないからね。おや、先ほどは他人に過ぎないとおっしゃっていたのでは。うん、もう他人だよ。帰り討ちが関の山でも。そんなのやってみなくちゃわからなくない。愛ですね奥藤さん。たく、本当に嫌なやつだよねあんたってさ。お互いにですね。さあそろそろ向かうとしましょうか。我々にはすべきことが多くありますからね。あなたの手腕には期待していますよ。はいはいっと。では我らの神をお迎えするために。じゃあねノエム、僕は僕だけで世界で一番悪いやつになるよ。じゃあやってみるわね。チェンジプリンセスフォーム。さっぱりダメそうね。うまくできたらみんなの力になれるかしらって思ったんだけど。ふむ、何が原因なのでしょう。ん？主様？どうなさったのですか？おいっすー！ただいまー！はぁ、疲れたー。ギャル、ペコリーヌさん。お帰りなさいませ、お二人とも。ただいまです。あ、っていうかあんたたち庭に集まって何やってんの。あ、もしかしてバーベキューの用意とかですか。
シェフィーちゃんがプリンセスフォームになれたらますます頼もしくなっちゃいますけど。まあ焦ることないんじゃない？私だって最初は失敗しちゃったしさ。ねえキャル、参考までに教えてほしいんだけど、キャルは何がきっかけでプリンセスフォームになれるようになったの？そりゃあ、あの時は…でも、本当、本当よ、前から私、あんたのこと…最初の一文字目でぶっ殺すぞ！もうキャル、今はツンデレしてる場合じゃないと思うのだけど。うっさいわ、誰がツンデレよ！私の場合はなんていうか、素直になれなかったっていうか、じゃなくて、いろいろ吹っ切れてなかっただけだから、あんたとは多分違うと思うのよね。違うといえば、前にナナカさんが無理やりプリンセスフォームになろうとした時には妖精さんみたいな姿になっちゃってましたっけ。私も不安定な夢の世界ではうまくプリンセスフォームになれず、ネビア様のようなお姿になってしまいました。でもそれでいくと、さっきは妖精みたいになっちゃうどころか、本当に何も起きなかったけど。私はさっきちょっと遠くてもプリンセスフォームの力を使えたわけだし、能力そのものが使えなくなったってわけじゃないのよね。ラビリスタ様からは、強大な敵を倒すこと、主様との絆を深めることが必要だろうと伺っておりますが。その条件が本当だとすると、私がプリンセスフォームになれないのは当然かもしれないわね。みんなと比べたら一緒に過ごした時間も多いとは言えないし。シェフィー様、なんだ、それなら簡単じゃないですか。これからたくさん仲良くすればいいんですよ。ええ、それならまずは美味しいご飯かしら。そういうことです。シェフィーちゃん、すっかり美食伝ですね。では皆様で支度をいたしましょう。食材はたくさん買ってありますし、お野菜の皮を剥いたり、おにぎりを握ったり、パンをこねたり、餃子やロールキャベツを包んだり、そうした時間を共にすることもとても楽しいものです。わあ、さすがコッコロちゃん、いいこと言いますね。しょうがないわね、私も手伝ってあげるわ。あ、そうです、デザートにはアイスクリームを作りましょう。シェビーちゃんが冷やしてくれればバッチリですよ。ええ、任せて。とびっきり美味しいアイス作ってみせるわ。おにぎりぎゅー、もう一つぎゅーっと。人参さん、じゃがいもさん、トントン、トントントン。うん、卵とクリームの混ざり具合いい感じね。あとはバニラオイルを入れて。シェフィー、あんた鼻の頭にクリームついてるわよ。そういうキャルこそ頬に白ひげが生えてるわ。シェフィー様、こちらを向いてくださいまし、お鼻を拭いて差し上げますので。キャルちゃん、こっちを向いてください。ほっぺたをカプッとしてあげますから。
わあ、嫌なこった。身代わりを背に。え、カープ。ちょっと足が重くて、あんまり美味しいご飯だったから食べ過ぎちゃったんですかね。私としたことが。あ、いえいえ、そんなことないですよ。私はいつも通り元気いっぱいです。実はちょっといろいろ王宮の方でドタバタしちゃって、進化の貴族の人を捕まえることになって、その部下の人たちも牢屋に入ってもらったんですけれど、これから私はその人を裁かなくちゃいけません。でもなんだか、はい、もちろん捕まえなくっちゃ私の方が殺されてたかもしれないんですけど、でもその人たちもこの国の民で、つまり私が守るべき人たちだったわけですから。ありがとうございます。でも優しいって人を不幸にすることもあるんだなって今日はちょっと思っちゃいました。だって私が甘く見られなければ、もっと厳しいところを見せていれば、あの人たちもあんなに短絡的なことはしなかったんじゃないかって。牢屋で冷たいご飯を食べることもなかったんじゃないかって思って。ごめんなさい、変なこと言って。でも大丈夫です。こんな私ですけれど、支えてくれる人がたくさんいますから。実は今夜、ここに来るかちょっと迷ってたんです。でもキャルちゃんが手を引いてくれて、おかげで少しだけ元気になれちゃいました。だから大丈夫です。明日からもプリンセスとして皆さんを導いてみせます。どんなことがあっても明るく元気に、反乱を起こされてもニコニコしてるなんて、何考えてるのかわからないとか、人間味がないとか思われちゃうかもしれないですけど、それでも、そうですね、私、人間でした。もう、そういうの、ずるいですよ。その、ほっぺたに、クリームがついてますよ。左のほっぺたです。取ってあげますから、そっち向いててください。はい、取れましたよ。こちらこそ、いつもありがとうございます。あなたがいるから、私は…はい、それじゃあ、また明日。いや、青春だね。いや、こんばんは。ちょっと挨拶に来たんだけど、いい雰囲気だったからつい声をかけそびれちゃった。おお、何何、おお、何何。なるほどね、誰
かを最初にプリンセスフォームにする時の心の手を伸ばすような感覚がなくなってるわけか。この前もちょっと言ったけど、君のプリンセスナイトとしての力はすでに私の想像を超えちゃってる。だからこれは推測でしかないけれど、とりあえずそんなに心配しなくてもいいんじゃないかな。今は力を貯めてる段階なんだと思うよ。君が今度はどんな奇跡を見せてくれるか、正直言って興味が尽きない。できればその瞬間に立ち会いたいところだけど。ちょっと野暮用でね、しばらく街を開けることになる。ちょっと野暮用でね、しばらく街を開けることになる。うん、ありがとう。って言いたいところだけど、そうもいかないかな。レイジレギオンの連中からわざと狙われるつもりだから。もちろんリスクはあるよ。でもそれくらいどうってことないほどの価値があるんだよ、少年の平穏な日常ってやつにはさ。ああ、君が気にする必要はないよ。連中は私を釣り出すために君を狙ってるみたいだし、さらに言うなら、そもそも君を巻き込んじゃったのは私だからさ。もちろんちょっとおとり役を買って出たくらいじゃ罪滅ぼしにもならないって分かってる。ただの自己満足さ、こんなのは。主様、お風邪をひいてしまいますよ。アキラ様、いらしていたのですか。こんばんは、コッコロちゃん。立ち話もなんですから、どうぞお上がりくださいまし。私すぐにお茶を。ああ、ごめんごめん、私そろそろ行かなきゃだからさ、気持ちだけいただいておこうかな。そうですか。コッコロちゃん、少年のことよろしくね。はい、お任せを。ん？それじゃあね。お？これはお姉さん頑張らなくちゃな。よし、やるぞ。ただいまって。
ランドソルを狙うレイジレギオン。彼らに反撃するために私たちは海を越える。次回プリンセスコネクトリダイブ第2部8章ゼーンの覚醒。もう一度君とつながる物語。あなたもしかして。というまずいスープだ。このようなもの、人間の食べるものではない。おい、贅沢言うな、この反逆者め。貴様、たかが一兵卒の老番ごときがこの我が輩に向かって何たる口を。やかましい。元は偉いお貴族様だったかもしれんが、今はただの囚人でしかないだろう。この我が輩をカビ臭く汚れた場所に押し込めるとは、許さん、許さんぞユースティアナめ。だが今後はどうなる。尋問か、あるいは処刑か。この我が輩が処刑。そのようなことあってはならぬ。あってはならぬぞ。なあお前、いや君、君何か欲しいものはないかね。財産、死、権力、何でもくれてやる。我が輩をここから出してくれさえすれば。やかましい。俺は王女や準団長を裏切ったりはせん。なぜだ、あのような小娘たちを。あの方々はランドソルを守るため賢明だからだ。私利私欲にまみれたお前ら貴族どもと違って。何が起きた。あの老板は一体どこへ。さあ、どこへ行ってしまったんでしょうね。ごきげんよう、ゴーシンさん。救い手様。なぜあなたがここに。まさか我が輩を始末するおつもりで。お許しを、どうかお許しを。我が輩はまだあなたのことを口外しておりません。これからも決して。おや、そうなのですか。てっきり何も聞かれないうちからベラベラと話しているとばかり。まあ私としてはどちらでも構わないのですがね。ですが少々哀れに思ったもので、私が手を差し伸べなくては、あなたは一生この檻の中で過ごすことになるでしょう。それはあまりにも不憫というものですから。おお、では。ええ、私が来たのはあなたを救って差し上げるためです、ゴーシンさん。感謝いたします、救い手様。必ずやランドセル王家を転覆し、あの小娘に復讐を。あなたのご助力さえいただければ。そういえばそんな話でしたか。ランドセル王家を滅ぼし、党の管轄権を手にするのが我々の目的では。ソルの党の真の意味でのコントロール、それは人間による政治などで左右できるようなものではありません。偶像を手入れし、神託に従う、そして党を侵食する、
リンネの宴官に飲まれぬように慎重に。それゆえ私は忙しいわけですが。では何故に前陛下が倒れた後、あなたはなぜ我が輩に声をかけたのですか。他の貴族どもを脅し議長へと押し上げたのですか。それはあなたの知る由もないことですが、そうですね、あなたの性格が歪んでいたからとだけ言っておきましょうか。何を何をとは、先ほど申した通り、あなたを救って差し上げるのですよ、豪神さん。やめください。おやめください、弥勒様。どうぞ安らかに、豪神さん。神が完全に目覚める前に、これより先の地獄を見ずに済んだあなたは、間違いなく救われておりますよ。海か。わざわざこんなところにまで出向くのなら水着でも持ってくるんだったかな。と言っても一人きりで海水浴など退屈極まりないものに過ぎんわ。なあそこのお前、寂しい寂しいクリスティーナさんと一緒に遊んでくれないか。え、もしかして私ですか。他に誰もいないだろう。いたとしても私はお前に声をかけていたがね。わあ、熱烈。ひょっとしてアイドルのスカウトとかですか。困っちゃいますね。お前にそのつもりがあるならオーディションくらいはしてやってもいいが、しかし私の審査は少々過酷だぞ、レイジ・レギオン。バレちゃってますか。とぼけるんじゃない。お前が情報を流して私を誘い出したんだろうに。それはもうそうなんですけどね。クイーン・ラビリンスさんあんまり露骨な情報には食いついてくれないんですかね。なんだラビリスタが目当てだったか。だがすまないな、ここは私で満足してもらおう。観客がいないのは少々盛り上がりに欠けるが、波しぶきがきらめいて舞台としては悪くない。さあ宴と洒落込もうじゃないか。私今バカンス中なんですけど。私としても水着の相手に切りかかるほど不作法者ではないつもりよ。5分だけ待ってやるから着替えて準備の一つもしてくるといい。すみません、私もうちょっとのんびりしたいんです。負けの役も終わりましたので。だからあとお願いします、エリス様。
相変わらず座り心地がいいですね。マナのしつらえたこの玉座は、うん、模索時アキラ、食えない彼女のことですから、この間の情報共有の際、虚言の一つでも用いているかと思いましたが、町の外に出て以降の動向から察するに、どうやら本当にミネルヴァの探索を最優先しているわけではないようですね。だとするなら、あなたらしくもない、愚かと言わざるを得ませんよ、アキラ。意味軸もあなた自身が推察した通り、このまま現実へと戻れば、レジェンド・オブ・アストルムの開発者である私たちを待つのは、世間の非難と司法の追跡でしょう。現実の側でも我々は常人をはるかに超える能力を持ちますが、さすがに政府や国際組織を丸ごと敵に回しては分が悪いです。しかし超 AI であるミネルヴァを我が物にすることができさえすれば、アストルムのみならず現実の側でも絶対的な力を持つことができる。マスコミや SNS を牛耳ったり、政府機関からセブンクラウンズに関するデータを削除する程度、ミネルヴァなら朝飯前といったところでしょう。いえ、それどころか仮想通貨を操作すれば無人の資産が、通信機器を支配すれば無限の情報が、自律兵器を制御すれば無敵の軍隊が、すべてミネルヴァの所有物。超高度にネットワークが発達した現実世界において、ミネルヴァは核兵器よりも強大で危険な、いわば意志を持たざる神のごとき存在なのです。それほどの力を有する存在は、強い意志を持った者によって正しく管理されねばなりません。例えば、そう、私のようなね。この玉座、ランドセルの実験同様、ミネルヴァもまた必ずや私のものに、そして彼も。この気配、レイジレギオン。いえ、あなたは、これは一体…キコラ、我が主を話せ。問答に応じる気はなしか。ならばこの剣に訴えるまで。はあ、